2022年12月22日23時42分。サプチケでアンダーソン取得。翌日23日にアンダーソンを使った動画を投稿。その一部を見てみましょう。無料ガチャがまだまだ残っていますが、サプチケでアンダーソン取っちゃいました。取った理由としては、 CP クエでまとめて育成したかったのと、厳選を早めにしておきたかったからです。サプチケで取ったキャラは被りやすいと言われてはいますが、ピックアップもされていないキャラをサプチケ期間内にピンポイントでぶち抜くなんてことはないでしょう。カッコフラグ。サプチケでアンダーソンを取って肉集め編成組めて嬉しそうですね。そしてその2日後の12月25日11時36分。まさかのアンダーソンかぶり。サプチケかぶり RTA の記録は59時間54分でした。ファッキュー。おまけ。アンダーソンに関する質問が結構来ていたので回答しておこうと思います。私は両面かぐやのリミパーさんアビのみ肉集め編成で使うためにアンダーソンを取得し、それを動画にしましたが、フルオートでも使うのか、というものです。改めて性能を確認しておきます。まず最初に注目するのは、サンアビの全体カバーでしょう。防御10倍&サポアビで風属性ダメージの最大値を5000に固定できるので耐久面も問題ないですし、火ダメカウンター5回がついているので追加でダメージを与えられます。さらに、ターン経過なしでの通常攻撃や、通常攻撃時1アビのダメアビが自動発動することで火力も十分にあります。そして、1アビで扇ゲージが 30% アップするので扇回転率が高く、扇効果のディスペルと自身の HP2000 回復を高頻度で打つことができます。このように、アンダーソンはフルオートでも攻守ともに優れたキャラではありますが、正直なところ、アテナや水着メドゥーサ、エルモートなどと比べるとやはりどうしても劣ってしまうと感じます。すでにアンダーソンを持っているならば育成しておいて古戦場で試すというのはありだと思いますが、わざわざサプチケを使うほどではないと思っています。アテナやエルモートを持っていない場合は、それらのキャラを優先して取ると良いですし、他にはエリカやボーマンといった優秀な工場キャラも今回から追加されています。さらに、現在実装されている6優位士も全て取ることができるなど、サプチケの選択肢が多いのでアンダーソンはどうしても優先度が下がってしまうと思います。それと、サプチケ交換は期限ギリギリまで待ちましょう。しかし、今回は購入期限が12月31日の18時59分までで、使用期限がその1日後の1月1日18時59分であり、その後も無料ガチャが続くんですよね。かぶりの恐怖からはどうやっても逃げることができないので、私も精一杯、みんながかぶるようにお祈りしておきますね。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。